忍びの時代は終わる。ここまでやるとはな、カワキ。お前も七代目と同じところへ送ってやるよ、ボルト。こうなるしかなかったのか。そうだ、忍びの時代は終わる。だとしても、俺は忍びだ。物語はここより数年遡る。待てよ、ボルト。そんなにヤバいのか？ああ、ヤバい。ヤバいったらヤバい。何をもたもたしてたんだ、おかげ殿。もう時間がないってのに。明日か。急げよ。入学式に間に合わねえぞ。これはまた、徹夜か。なんとか間に合ったな。限定青唐辛子バーガー。まさか今日までだったとは。なんで俺が付き合わなきゃなんねえんだか。食わねえのか。食うよ。からなんだこりゃ。ありえねえ。お前には呆れるよ。しかしこの雷車ってのは楽でいいな。これがあったら自分で歩かなくていいんだもんな。木の葉の里も近代化していくんだと。ああ。なのに俺らは明日から古臭い忍者アカデミーに通うという。おっ、明日からか。お前な、準備とかいろいろあるんだぞ。ああ。親父さんから聞いてないのかよ。まあな。ボルト、あんま親父さんの顔に泥を塗るような真似すんなよ。きっと俺にも迷惑がかかる。んだと？お前の母ちゃんにも言われてんだよ。くれぐれも息子をよろしくってな。母ちゃんに？ま、雷車と一緒だ。はあ？レールさえ外れなきゃ目的地まで楽々だ。乗れるうちは乗ってりゃいいんだよ。何の話だ？おとなしくしとけって話だよ。じゃあな、初日から遅刻すんなよ。うるせえ。
父ちゃんとか関係ねえ。いつかかましてやっからな。てめえどこのガキだ。危ねえだろ。あ、悪い悪い。よっ、おどっと、電気、これだけか？もういいでしょ。まあ、そうなんだけど。なあ。ああ、こっちもやりがいが欲しいよね。え？そう、おう！なんだ？悪い。ちょっと手が滑っちまった。なんだちび？バカか、怪我すんぞ。今すぐそれ返せよ。そしたら見逃してやるってばさ。なあ？てめえ降りてこい。忍者かこいつ。あっ、くそ、舐めやがって。忍者なんてどうでもいいけどな。うん、おい君、ダセーことしてんじゃねえよ。おい、まだかかってんのか。てめえ何やってんだ。やべ、おい行くぞ。ちょっと大丈夫か？大丈夫かじゃないよ。明日からもっと絡まれるじゃないか。うん？あれくらい僕にははした金なのに。お前な、ムカつくだろ。ガツンとやってやれ。君みたいに強いわけじゃないから。はあ？だって君は忍術が使えるじゃないか。アカデミーの生徒なの？いや、まあ明日からな。明日から。じゃあ僕も同じだ。お、そうか。じゃあよろしくな。父の希望でね、会社を継ぐには勉強だけじゃなく忍術も学ばなければならないって。お、何の会社なんだ？雷門カンパニー。この国一の大企業じゃねえか。今度の新作優先で予約させてくれ。うん、いいけど。てか別に忍術なんか習わなくても不自由ないだろ。父はもともと忍びで、第四次忍界大戦の時の功績があって会社を大きくできたんだ。だから忍者を信望してる。忍者になりたいのか？別に。じゃあんなの無視すりゃいいじゃん。父に逆らったことなんてないよ。いいじゃねえか、親父が家にいるだけ。え？うちのバカ親父は仕事仕事って家族をほったらかしだぜ。そうなんだ。だから俺は親に逆らうことに何の抵抗もない。あのな、親父がなんだよ。ガツンとかましてやればいいんだよ。ガツンって。俺はそうしてる。絶賛計画中だ。これが母ちゃんに見つからねえようにするのが大変で。今何時だ？7時くらいだけど。やべえ、母ちゃんに叱られる。え、親に逆らうことなんて何の抵抗も。母ちゃんは別だ。怒るとすっげえ怖いんだよ。チアラ、電気、お前ももう舐められんなよ。ガツンだ、ガツン。うん。ボルト、今日はお祝いの約束でしょ？ごめん母ちゃん、鹿台がどうしてもってさ。もう鹿台くんはしっかりしてるけど、あなたはいろいろ危なっかしいのよね。危なっかしい。今日の晩ご飯はなんだ？あのね、私も手伝ったんだよ。お、楽しみだ。ボルト、手洗うのよ。へーい。おー、
ボルトも明日からアカデミーなのね。お父さんともアカデミーで仲良くなったのよ。何度も聞いたってばさ。騒動ばかり起こすから問題児扱いされてたの。でも本当はすごくかっこよくてね。それも何度も聞いたよ。今日はお父さん帰ってこられると思ったんだけどね。いつものことだろ。ひまわりも母ちゃんのこともほったらかしじゃねえか。無理を言わないの。お父さんたちのおかげで里が守られているんだから。さ、食べよ。守るっつったって敵もいねえのにさ。ボルト、戦いだけが忍者の仕事じゃないのよ。みんなが無事に暮らせるようにほかげにはやるべきことがたくさんあるの。あなたも明日からアカデミーでそれを学ぶのよ。とても大切なこと。ふん、ダセんだよ。電気、お前は雷門カンパニーを継ぐんだ。普通かなど。父さん、僕は。情けない。今日も不良に絡まれていたそうだな。そんなことでどうする。これはいよいよアカデミーで鍛え直してもらわねばならない。僕は。親父がなんだよ。ガツンとかましてやればいいんだよ。強ければいいの。僕の力を証明すれば。そうだ。そうすれば好きな勉強をしてもいいんだね。強ければな。強さを。僕にそんな力。証明してみせればいいんだろう。力を。始まりだってばさ。お、ちょうどいい来車に行け。昨日の。あいつも来社で気が合いそうだってばさ。話ってなんだ電気、仕返しのつもりか。僕ちゃんから呼び出しといてどういうつもりだ。お、ラッキー。おい、こっちにもあるぞ。怪しくねえか。いいじゃん、拾えるだけ拾って帰ろうぜ。どうせ何もできねえよ。だな。ほんと単純だね、君たち。電気、あいつ何考えてんだ。止めろよ。何なんだよこれ。うちの会社の試作品さ、欠陥が見つかってね。不良品なんだよ、君たちみたいにね。何言ってんだよ。ちょっとからかっただけじゃねえか。ちょっと見えるかい、同じレールにもう一台不良品を走らせてみたんだ。無人の雷車をね。ちょっと不良品がぶつかるだけさ。ちょっとね。冗談だろ。もういいじゃねえか。なんで君が。お前を見かけてな。入学式はどうすんだよ。どうでもいい、そんなの。父さんに認めてもらうんだ、強い男だって。もう十分だろ。ダメだよ、力を。
僕の力を証明しないと。まただってばさ。いい加減にしろ。じゃあ止めてみてよ。あ、一つ目の切り替えが来ちゃうよ。大丈夫？残念。どうしまったんだよ、お前。父さんが絶対なんだ。あ？父さんの許可がないと僕は。いらねえんだよ、許可なんて。お前は人の顔色を伺わなきゃ何もできねえのかよ。自分で決めろ。どうしたってばさ。おい、何やってんだ、前見ろ。もう来てんだよ、ライシャが。僕どうしてこんなこと。任せとけ。影分身の術。勘弁してくれ。面白かったな。どこが。怒んなよ、冗談だよ、冗談。どうすんだよ、持たねえぞ。向こうに飛び移ろう。行こうだな。じゃあ走るぞ。行け！来い！ごめん、僕たち行くところがあるんだ。そうだ、俺もお前もレールなんて関係ねえんだ。秋道町長。はーい。伊豆のわさび。はい。渦巻ボルト。渦巻ボルト、いないのか。渦巻って、あの渦巻？ボルトのやつ、俺でも来てんのよ。あいつのことだよね。ねえ、聞いてるからだ。お前は動くなよ。これからありがたい話をしてもらわねえといけねえんだからな。渦巻きボルト参上だってばさ。ボルトあいつなんて泥の塗り方だ。何ぼーっとしてんだ、生徒の避難が先だ。たんまたんま、悪かったよ。
このハマルの兄ちゃん。顔が全然反省してないぞ、これ。あと、今日からは先生と呼べ。はぁ、あ、なんか気持ち悪いな。気持ち悪いってなんだ。おい電気、大丈夫か。入学式に間に合ったぞ。お前、他のやつも巻き込んでたのか。いいじゃん、無事だったんだし。どこが無事だ、これ。えい、お前は渦巻きボルト、君は先生って呼ばねえぞ。なんだその態度は。ボルト、たまには言うことを聞け。雷射の試作品を拝借しての暴走、火影岩の破壊、怪我人はいなかったからよかったものの。すまん。で、こっちが雷門カンパニーの社長からだ。町の修繕代は全部向こうが被るそうだ。ボルトのやつ、どうやら同級生をかばっていたみたいだな。こんなことにはなったが、逆に感謝してるそうだ。息子が見違えるようになったとさ。そうか。俺の優雅なアカデミーライフはどうなっちまうんだ。よっ、久しぶり。おはよう、ボルト君。やっと謹慎解けたぜ。処分されなければならないのは僕だったのに、どうして僕をかばったの。ん、そうだっけ。まあ気にすんな。うん。でもお前のおかげで入学式に間に合ったんだ。サンキューな。僕の方こそありがとう。ん、何。いや、なんでもない。何だったんだろうな、あれ。あ、おはよう。おはあれ、どちらさん。さあ、雷門くんもバカが映るよ。お前。僕、忍術科に入ったんだ。やっぱり親父さんに。違うよ、忍術はすごいなって。僕は機械や科学も取り入れて新しい忍術を勉強するよ。そっか、いいじゃねえか。お前が決めたんならさ。電気、宿題見せてくんない。いいよ。いいけど、家で何やってんの。それ聞く。レディにそれ聞く。どんな道を選ぶのか、親父とか関係ねえよ。俺は俺の道を行く。これは俺の物語だ。さて、今日からここが俺の活躍の場か。ふーん、おかげの七光か。あ、あれ、今僕思ったこと口にしちゃってた。あんた昔からだけど、なんでそんなに口が悪いの。ごめん、気に触ったのなら取り消すよ。ただ次回、ボルト、ナルトネクストジェネレーションズ、火影の息子。君を信用してもいないんだ。